何どうした？え？ねえ隊長、出発してよろしい？見守りに来てくれたんかな？いらんけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでスターが170個ちょうど集まったけん進んでいきたいと思います。ワールドクッパの城、決戦クッパランドのスーパータワー。クッパランド、めっちゃ主張激しいやん。でもいいね、入り口のえ、めっちゃでかくない？え、超でかいけど、これ一つのステージ？それともこの中でステージ何個かに？え、なんか壊れた車があるんですけど、よし行くぜ。なんか民家の屋根の上みたいなとこに出たよ。危ねえ、怖い超怖い、やめてよー。待って、上から落ちてくる火の玉の跡しか見てなかったよ私。キャーキャー、危険。やめてー、別にどのタイミングで撃っても同じよねきっと同じよね。おっと、なんか乗ってるんですけどなんか乗ってるんですけど、あ、待って、危険、行くぜ。やめて、もう怖い、やめてって。お、猫、よしよしよし。あ、びっくりした。お、隊長、何どうした？え、何話せないんですけど。すごいじゃれつきよるみたいになったけど。ねえ隊長、何もできんのえ、何もできんの？出発してよろしいよろしいんすか？ただおるだけ？見守りに来てくれたんかな？いらんけどよし。え、待って、このまっすぐの道でさ、あ、でも向こうにタワーあったか。なんかクッパってできそうやなって思ったんやけど、いつもこんな感じじゃなかった？決戦の時車で。お？高いなあ。ほら出てきたやん、クッパ。何くれるの？でももう、え自分につけたんやけどね。え、猫化する？うわー、すごー、なんか可愛くない？え、なんか可愛くない？え、てか戦うん、ここで。あ、どっか行った、どっか行った。あ、これ妨害してくる系かな。ね、スクロールしていきよるけん、多分私は普通にここを行かんといかんってことやろう。どっから出てくるんかと思った。怖いんやけど、めっちゃ怖いんやけど。なに？どこに？待って、足場がない、足場がない壊されるんすね。ふわー、そう、スター集めるんでめちゃくちゃ奇数使っとったよね。続けます。ゴー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 、適度なスピードで。ほら、もう遅いもん、なんか怖い。早く早く、恐ろしいわ。で、ちょ、こっち側に。これは、ちょ、危ねえあ、危ねえ。よいしょ、怖い。どこら辺に来るんかが全くわからん。真ん中以外にも来る？え、怖い怖い怖い、来そう。トゲが当たってよ、背中の背中のトゲが当たってよ、やめてよ。あー、あれも鈴なんじゃないかと思ったんやけど。お、これ中間、中間っていうか来たけど、何？
やめてくれる？ちょっと。やめてくれる？ちょっと。え、クリア？じゃないよね。こんなあっさりじゃないよね。多分これ。あ、一気に上まで行く。あ、滑り持っとんか。ってことは変身はできるね、まだ。いい、なに、怖い。でも私は、なに、分身した。私は今何もしようがない。ここでやっとの中間。なになになに、あ、この後、ここでジャンプ。はまた邪魔。来そう。怖い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 。あー、なるほどね。久々のやん、これ。ちょ、待って、消さんといて。あー、怖い。足場を消さないでください。いろんなとこから出てくる。よっ。これは、あ、なるほどね、そういう感じ。見えない雲がある。え、待って、怖い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 。一応今猫やけんさ、まだちょっと余裕はあるけど。待って待って、分身ずるいって。分身ずるい。怖い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 。あ、でもこれ以上早く行けんのやって。ちょ、背中。背中から来るとかある？待って、見えないから。え、ちょっと待って。え、怖い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 、どこ私。え、どこ行った？おらんねんけど。見えん？マジでなったよ。見えないんすよ。尻尾たぬきみたいじゃない？猫なんやろうけど。いけい、あれ、いけい。もう何回か行かんといかん感じか。いった。お、大量の妖精さんたち。なになに、何があったん今。なんかすげえ衝撃が。何にやられたの今は。え、なんかダメージが遅れてやってくる感じ。何、花火背負ってたの。めっちゃ巨大なクッパ花火。さあ、これでやっと、今度こそちゃんと解放された。ちゃんと、平和そうな音楽が流れよるけん、きっと大丈夫。ここの、あれ？スターのマークがそこにあるということはだ。なんか、急激に平和な世界やね。この辺なんかあったりせん？よいしょー。なんもない。あ、スタンプ、そんなところに。ちょっと待って。よいしょ、よいしょ。え、めっちゃこの、めっちゃここいいやん、なんか。お、なに？旗のところにたどり着く前に、何か。え？何もないのにアップになるなよ。ね、超いい世界観じゃない？今のこのピーチに超合っとる。さっきまでの邪悪な雰囲気は一体って。これも妖精の力？イエーイ、やったね。これでやっと7人の妖精の妖精さんたちが解放された。コースクリア。やったね、最後の最後。かわいいピーチでクリアできてよかったわ。なんかすごいかわいいシーンになってよかったわ。エンディングかな？透明の土管や。え、てかさ、なんか、あ、なるほど、あとキノピオだけがあったんやね。なんかちょっとキノピオだけ、あれやね、頭身が。しょうがないけど、顔のでかさが。何話しようんやろ。感謝の気持ちを伝えようかな。え、てかさ、多分前にも動画の中で見かけた時にも
多分言ったと思うんやけど、あれよね、スター取りに結構前の方のステージまで戻ったりとかしたんやけど、あの金色の列車、金色の列車がさ、ある小さい島みたいなのがなんか土管で移動しよるときにあったけど、あれはいけないやつ、飾りそれか何かしら条件が、条件をクリアしたらいけるようになる島か何か、飾りかもしれんね、わからん分からんけど、なんかめっちゃ見られよってよ。お、今度は自分が閉じ込められとるやん。誰に閉じ込められたんかは知らんけど、妖精たちあ、なんかいいね、あれ。すごいいいやん。なんか落ち込んどるのを慰めよるみたいな。敵のああいうシーンもいいと思う。これは一体どこまで行きようやろう。最初のステージまで戻りよるとかかな。ずっと延々と土管の中なんやけど、息苦しくなりそう。お、着いたっぽい。ピーチ城まで戻ってきた。最初の出発はピーチ城やったんかな。もはや最初を覚えていないけれど。ピン。なんか飛び降りよ。何あれ、城、ロボット。コースのベストタイムが表示されるようになりました。今まではあれか、点数だけやったんかな。クリアスコアだけやったんや。あれ、思ったよりスタンプが集まってない。マジか、そんなもんやった。え、結構集めたつもりやったんやけどな、気のせいか。お、なんか新しい要素が解放されそうな感じあるよね。ほら、なんかヒソヒソしよりよ、ヒソヒソ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、最後なんかめっちゃ意味深な感じで終わったけどなんか新しいところがやっぱ解放されたりとかするってことなんかな。まあ、とりあえずメインストーリーはクリア。ああ、よかった、長かったね